準備終わったら、あの上がるから、うん、そっから、うん、あと回してやってくれ。で、緊急のこととか何かそういったことに対しては万全の体制で、うん、やるから、うん、そういうこと。じゃあもう企画には協力的じゃないってこと？いや協力してんじゃん、バックヤードで協力する。じゃあちゃんと盛り上げるように協力はしてくれるってこと？盛り上げるかどうかあとはキャストのみんなの力次第だ。みやみさんはじゃあ見守るっていうか。見守る、うん、うん、見守る、うん、俺はそういう風にやらせて。11時までガマゴーリか、うんうん、で車ないの？見守るというよりも、見守るというよりもちゃんと俺たちは結構その釣りするのに道具をめちゃくちゃ入れてるんですよ。だから一人、だからゼロは一人一人のな見せ場分析フリーの立場なんだからな。俺が行かねえんだから。行かないの？行かないっつってんだろ。無人島に行かないの？無人島って準備まではするけど。無人島には行くの？準備まではな。島には行くの？島まではな。放送はしないし撤退するし、その代わり一人一人のな、お前そこまで仕切ったんだからよ今日な。仕切ったっていうのは店を出ろってことね。俺な、お前が仕切ったんだから全員を生かすことはやれよ。無人島の企画は仕切ってないぜ俺。やれよ。店を出ろって言ったんだ俺、うるさいから。やれよ。迷惑かかってるから、うん、だからやれよ。何をやるの？だから言ってんじゃないか。俺は好きなことやらせてもらうよ一人で。うん、そういう条件で俺は参加するし。うん、じゃあそんでいいんじゃねえのか、うん、俺はそうするよ。じゃあそんでいいんじゃねえのか、うん、じゃあそうしろよ。企画のことは俺何も文句言ってないからね。じゃあそうしろよ、うん、1時間半かかるとこに、うん、じゃあそうしろよ。こっから行かなくちゃいけないことすら文句言わないよ俺は、うん、じゃあそうしろよ、うん、そうするよ、うん、それ条件で来たからね、うん、じゃあそうしろよ、うん、そうしますよ、うん、だから俺も俺でそうするから、ね、うん、そうしたらいいんだ。これだけの人数呼んでほったらかしにしたらいいじゃん。ほったらかしじゃねえからだ、うん、で俺にあの投げつけるにやめてよ。いやいやお前がしろよとか意味わからんこと言うの。当たり前だろう。何が当たり前だろう。いや当たり前だろうお前。何がですか、まあ、何が当たり前。当たり前だろう。電車が悪いよ。何が当たり前だ。あ店出るとかよ。当たり前じゃん。何がだよ。あんなけ暴れたら迷惑かかるだろう。誰でもわかることよそれ。だからって出る必要性があるのか。お前そこで仕切った。出る必要性あるだろ。だからそこでお前が仕切ったんだったら最後まで仕切れっつってんだよ。ほらまた怒鳴ってるでしょ。仕切らせたのこちら側なんです。やかましい、黙っとけ。また怒鳴ったでしょ。これまた店でやっとくの？外でやって正解でしょ。だからお前がやれ。誰もが思ってる。だからお前がやれって。は？お前がやれ。やりたくないことやってるんだわ。あ？誰も言えんから俺がやりたくないこと言ってるんだわ。分かってくれよ少しは。は？分かんねえな。は？分かんねえな。あの宮城くんはいいかもしれんけど。じゃあ逆にな。店で暴れてて同じように見られたくないんだわ。そこまでの、じゃあなお前な、ごめんなゼロはな、そこまでのことが起こったから俺もそうなっちゃったの。うん、それを言わないから伝わらんや。言ってくれよそれ。そこまでのことを。それは配信では言いたくないって先に言ってました。言わなきゃ伝わらんし、いつまでもバカにされるよ。いいよ。それが配信よ。いいよ。それが配信だよ。いいよ。いいよ。いいならいいんじゃない。だからいいよ。いいよ。じゃあ明日蒲郡駅に11時ね。42分。電車で42分。マリオ行ける？はい、じゃあマリオとジジと俺は頑張って朝起きて電車で行こうよ、はい、ね。でマジで気をつけないよ、こういう状況だから、ね、困っても。何を、うん、何を気をつけない。いや危険な状況でしょ。何、うん、八つ当たりしそうじゃん。するわけねえだろ。しない。なんでおめえがいちいちそこで偉そうにな、気をつけなよとか八つ当たりしないとか心配になるレベルよな。言うんだ。心配になるレベルだからよ。女の子もいるし。だからよ、俺ん家に泊まるっつっててよ、俺が八つ当たりするわけねえだろ。お前んちか、お前の俺ら射程か、若い衆か、何よお前いちいちよなあ、俺のよ家に泊まるっつってることに対してよ、うん、なあそういうこと言ってんだよお前。あの
あんまりそういう怒鳴ったりしない方がいい。いや、お前な、空気悪いから、ね、いや、お前がそういう風にさせてる。俺冷静だよ。お前がそういう風に言わせてんのな。冷静だよ。お前がそういう風に言わせてるんだぞ。歯じゃねえから。おかしなことしてたら注意するだろう。いや、逆にな、誰でも、いや、お前んちに、お前んちに俺が借りてこの人間たちを止めるって言うなら大丈夫って言うならわかるけどな、あ、俺が招くっつってるのにもかかわらず大丈夫とかな、あ、それはお前おかしいんじゃねえ。おかしくない。お前はおかしくないけど俺はおかしいと思ってるんだよ、うん、いいじゃんそれで、うん、俺はおかしいと思ってないから、うん、おめえ、うん、お前はな、俺は、うんうん、おかしいと思ってるんだよ、うん、思っときなよ、うんうん、思っとけばいい、うんうん、俺はな、うん、まあ、それでいいんじゃねえのか。俺はで生きていけないの、うんうん、だからそれでいいんじゃねえのか、うん、俺はで生きて、俺はで配信していけないの、うんうんうん、配信までのこと言ってねえからな。それが雅君ですね、うん、そこまでのこと言ってないし、大きなおせっかいなんだよ。おせっかい、うん、でも一緒にいたら、一緒にいる時ぐらいは、うん、いや、お前それ大きなおせっかいだぞ、まあ、おせっかいじゃないよ。家でな、大丈夫とかな。じゃあ一緒に飲んでて暴れたら止めるでしょ、うん、じゃあな、俺んちな、泊まりますな、泊まってくれますって言ってるよな、うん、にもかかわらず大丈夫とか言うなら、じゃあお前がな、お金なくて泊まる人、俺お金出してあげれば、うんうん、な、うん、全部仕切ってやれ、俺に言っておいて、うんうん、お金なくて、仕方なく泊まる人、俺ホテル代出してあげるよ、うん、まあ、それでもう行きな、うん、家、とりあえず、うん、いや、いいよ、うん、そんなこと言っても誰も行けねえぞ、うん、それはなんで、それは無理だろ。俺お金出すよ。この状況で金がないから行けない、無理ね、仕方なく困るっていうのは、でもはっきり言った方がいいよ、この状況は。それはじゃあ、それは失礼だ。お前失礼だぞ。失礼、それは失礼。お前失礼だぞ。俺だったら泊まりたくないもん。お前失礼だぞ。こんなやつの家泊まりたくないもん。酔っ払ってね、じゃあこんなやつの客に出るな。怒鳴ってるやつの家に泊まりたくないから。じゃあ出るな、俺だったら。じゃあ企画に出るんだよ。だから俺が金出してやるって言ってんだよ。だからそれ失礼だろ、うん、お前。じゃあ行きなよ。お前失礼だろ。家行けよ、早く。行けよじゃねえ。どっちが失礼なんだ。おめえがな、みんなといる状況で店で暴れて、どっちが失礼なんだ。おめえその後が失礼だろ、これ。自分のこと棚にあげんなよ。おめえもね。おめえだろ、一番よ。おめえだろ、これ。おめえだろ。いい年こいてよ。年関係あんのか、これ。関係あるよね、普通。年関係あるでしょ。子供じゃねえんだから、小学生じゃねえんだから、関係あるだろ。いや、小学生こら関係あるでしょ。あ、小学生の子供が店で暴れるとはわけが違うでしょ、普通に。とりあえず俺は11時に行くから、それでいいじゃん。帰りなよ。帰りなよじゃねえよ。帰らないの。帰りなよじゃねえよ。何かあります？金のない人は泊まりなって、まあ、時にしてんのこのメンバー。別に泊まれたら泊まればいいじゃん。俺は泊まりたくないから、自分の基準で俺は喋って、うん、俺だったら絶対ホテル泊まる。だからってお金のない人は、うん、出してあげるから泊まりなって、うんうん、別にいいじゃん、これで来るんだったらいいじゃん。なあ、だからお前が全部仕切ってんだから、じゃあ全部自分でやれって。俺だったら嫌だからね。だからお前が仕切るんだって、うん、全部仕切ってやれっつって。俺だったら、うん、なお金がなくて、みやびくんとか泊まる人は、俺お金払うからホテルでもいいよ。それ自分で決めて、もう移動しよう、もう、うん、もう帰る人は帰ろ、うん、いつまでもここで喋ってたらもうこれ拉致開かないから。その言い方よ、気づいちゃう。悪い、ゼロワン言い方よ。ごめん、宮城くんが、いや、宮城くんが悪いんだよ。うん、違う違う違う。どなったのは宮城が悪いよね。それは認めるでしょ。認めるよ、ね、うん、だけど、ゼロワンも、そう、確かにみんなのことを思って、ね、じゃあ外出ようぜって仕切ったのいいと思う。正しいんだよ。だけど、こんな酔っ払ってる状態で何があるか分かんない、ね。外出るのも仕切るのも、これからもことも考えてるよ。だからそれはいいんだよ。それ正しいって言ってるの。ゼロワン正しいんだよ。俺が考えてるよ。だそれは正しいんだよ、うん、って。俺中立にいるからね。だけど、お金がなくて中立って楽よな、ほんと。どうすりゃいい、止めるべきよ。止めてるじゃん、店でも。止めてるじゃん、追い出すべきよ。連れてって、追い出すべきよ。連れてって、俺、どつかれてるからね。だから俺、連れてって。どつかれてるからね、こいつに。それはやめた。あ、ね、お前、突き飛ばしてるな。それはやめた方がいい。それは謝った方がいい。突き飛ばした、覚えてないだろ。お
邪魔だからどかしただけだよ。だからそれはやめだよ。それはダメだよ。それはわかるよな。邪魔だからどかした、それはわかるよな。手出してんじゃんね。わかるか、手出してんじゃんね。それはわかるよな。邪魔だって自分から向かって、自分から向かってきといて何よ。自分からってな、なあ手出したとかよ、突き飛ばしたとかよ、自分から向かってきたよ。俺事実しか言わんの。あら、なあ、あ、大丈夫か。なんで俺はこの状態、俺から歩み寄るの。自分が歩み寄って突き飛ばしてるんだろ、俺のこと。泣くな。俺が近寄って。それは宮城と間違ってる。いやでもよ、間違ってるよ。だからゼロワンの悪いとこもあるし、ね、外で喋るべきだったよ、うん、それは間違いない、ね、俺らがみんなが来てる時にあそこで怒鳴るのは間違って、うん、それは間違いない、席離れたからじゃねえの、うん、な、うん、店の敷地内だから、うん、それは間違ってるよな、分かるよな、それは間違ってる、ね、でゼロワンどついたんでしょ、分かる、うん、で分かんない、やられたっすんだからやってんねん。それは宮城君が悪いよ、なんでゼロワンが悪いよ、うん、だから俺喋らないから、じゃあ行ってよ、ね、うん、ドマゴリら辺で、それはそれなんだよ、電車で行くよ、できねえんだ。だったらね、ガマゴリとかでね、ホテルとかいいっすよね。うん、撮りたかったけどね。それやったら先に言ってれば。できないでしょ。あの、愛知住んでる人わかるけど、名古屋駅から遠いぜ。あ、名古屋駅から。あ、レジェンドさん。社長。よっさん社長。もうお互い謝ろうぜ。何を謝るの？じゃあゼロワンは。俺みんなに感謝してほしいよ。ゼロワンは、ね、お金がないんだったら、こんな状態で家に泊まり行かない人は、俺がお金出すからっていう。それは間違ってお前が仕切ったんだよ。それはしちゃう、それはミーナさんの考えじゃん。違う、それは失礼だよ、普通に、うん、で失礼だって、だってみんな行けなくて、俺の考えだから、ね、だってみんな宮城くん勤まるって言ってんのに、うん、こんな状況でお金ない人、俺お金出すから来てって。でもお金がなくて、どっちも行きづらいんだよ。気持ち的に泊まりたくない人は嫌、ね、だなと思う人もいると思うよ。いると思うでしょ、うん、いると思うよ。だったらスッキリね、だからここで終わらせようぜっつって。気分よく泊まれるならいいよ、ね、俺は止められるからいいよ。俺は宮城くんの止められっから、うん、あ、ミーナさんがね、俺はね、止められるよ。だから他の人は、ね、大丈夫なんですよ。俺は、まあ、宮城くんついてるんで、最初から、うん、だから宮城くんの家に。俊也は大丈夫だ。タトルちゃん、どこ行った？タトルちゃんが今、あの、痙攣起きちゃって。え？痙攣起きたか？持病を持ちで痙攣起きちゃって。お前、タトルちゃん、そばいてあげてじゃん。で、今、陰に行ってきて、あの、後で、こうやってな、今、大丈夫、大丈夫、寄り添ってあげて。はい、うん、お前行ってこい。あ、分かりました、うん、だろ、普通のことやろ。いやでも宮城君は間違ってるから仕切る。酒飲んだ席でやっちゃいけないじゃん。でもその後のこれはねえだろ、ね、だそれはね、それは言ってる。しつけんだよ、それは言ってる。すごいじゃなくて、普通誰か行くでしょ。違う、その話じゃない、ホテルの話。ホテルの話ですよ、うん、まあ、それはちょっと考えてみるわ、うん、それは言っちゃいけないよ、うん。で、宮城さんこういうから、俺も冷静になってそれ考えてみるよ。俺のところにね、うん、いや、お金出すから。でも自分が納得いかない状況では謝れないから、それは考えるよ。いや、それは考えてよ。うん。ね。まあ、自分基準で喋ってるから。なんか宮城くんも悪いんだから。いや、俺ははっきり言わせてもらうよ。な。あそこでみんながいるにも関わらずな。うん、大声出したのは、それは俺が間違ってた。うん、でも大声やめて、今から。そこは申し訳なかった。うん、今からやめてね。俺が大声を出すっていうことはイコールみんなも同じように見られるから、だからそこは申し訳なかった。 そこはごめんなさい、そこは申し訳なかった。ただその後、その後はゼロワン考えるっつってんのは、多く見てやればいいんですよね。少し目つぶってやればいいじゃん。考えるっつって考えるよ。いいじゃん、そこは大人でしょ。悪いとこある？俺らのが年上だよ。そうでしょ、分かるでしょ。ゼロワンはゼロワンの気持ち言ってんだ。ゼロワンの気持ちも分かるよ。この酔っ払った状態で帰ってわーってなって、それを誰が止めるの。怖いよね、みんな。俺らは慣れてるからいいよ。それも分かるよ。だからゼロワンの気持ち言ってくれたのも分かる、分かるよ。ただゼロワンの言い方が悪かったよね。お金がないやつはいいよいいよ、ね、しょうがなく止まるんだったら俺お金出すから来いよっていう言い方は間違ってる。いや、プラス俺がムカついたのは、うん、この状態でって、うん、お前ら泊まれんぞ、だったら俺が金出してやるから。それはそこはちょっとゼロが違うと思う。そこはその言い方、言い回し方ね、
言い回し方だよ。ラトルちゃん発作出ちゃってるからね、ホテル泊まった方がいいと思うよ。この場に及んでもそう思うわ。いやそれはね、うん、でもし宮城くんとこ行ってまた何かの拍子に宮城くん切れてね、ま、いやないって言いながらいつもそうやん、まあ、それ酒入ってるから。だったら分からねえじゃん、ホテル止めるよ。事情が事情じゃん。でもかといってこのメンバーに切れるほど俺はバカさねえ。だからタチョルちゃんはいいじゃん、ゼロワンに任せようよ。根源はな、まあ、いいかがねえけどよ、俺だけどそこにな、油注いだのこいつなんだ。ジジ、ホテルもう一回ってやる。はい、今いいよ、俺でが取るから。取る、俺の方で全部やる。はい、だからこっからじゃあ俺ちょっと口出すんやめる。落ち着いてくれたから、もう言うことないから。俺の方でやる。で、だから企画まとめてや、裏方とか聞いてねえから。だって俺行かねえよな、宮城くん。俺は宮城くんの企画だから来てんの。裏方やるから行かねえよって言うんだったら俺は帰るね。宮城くんの企画だから来てんだよ。悪かったね。じゃあ行くよね、無人島ね。楽しくできるよね。じゃ今酒入ってるから返事できねえと思うけど、イライラしてるからな。俺が切れた理由は、明日無人島で使うもの全て Amazon のものを家で取り損ねた。取り損ねた、うちのやつの取り損ねた。あー、奥さんからの電話ってことでいいですか。そうで、それも本来であれば本来であれば、まあ、こんなギリギリでそういう状況っていうことも、しちゃいけないことだったんだ、主催者としてね、うん、それ自体も間違ってたんだけど、そこに至る経緯っていうものも、まあ、あるんだ。それは 何かって言ったら、まあ、イレギュラーっていう、正直、うん、あれは23万集まった。減少金？違うスポンサー、スポンサーが23万円、うんうん、で、それ全部集まった。でも今回予告編延期したことによって予告編をやった。で、予告編をやったからそこから下っちゃいけないと思い、予告編をまず一発かました。そしてその後に東京遠征行った。そして小島 GP、うん、そして淳、そこら辺を絡んで、そしてあえてネタを作って、要は火を消したくなかったっていう、そこで向こうでバババババッと行った。で、それも全部俺の移動だから経費で使った。で、その補填、金の補填ね、金の補填の件で詰まった。でも今日俺過去詰まった。すぐできたの？やったんだよ、うん、やるしかないから。だから本当は23万で収まるところを、はい、うん、まあ倍の、うん、まあ見せろっていうのは見せるけどさ、全部46万、だから26万ショートした。で、26万ショートしたけど、その26万今日ギリ用意した。その電話かかってきて、うん、お金の部分でブチ切れたの？違う何に怒ったの？だから、それをなんで今日のその時間に絶対に、要は明日受け取りだったら間に合わないんだよ、うん、なんでかって8時の便で俺が行ったで、例えばだし、その必要なもの全てで、その必要なもの全てが、じゃあ11時に9時に着きました。もう9時に家に着きました。9時に間に合うんだよ。それだけのテントとか、あと、だって吉田さんどうせこれでシャバーショーとか間に合わなかったんです、電気とか。はい、1人で遊びに行ったらいいんだ。今困ってる状況で、それでだよ。いや、それ他にちゃんとやっとけよって言ったにもかかわらず、ちゃんとやっとけよって言ったにもかかわらず、いや、買い物で遅
れちゃって、溶けちゃったから、お前何をやっとんのやと、言っとるだけ、そこは頼むぞって、最後の、受け取りだけは現金置いてある。